近年、建設業界を取り巻く環境が大きく変わろうとしているのをご存知だろうか。現場には文系出身者、さらには女性が急増しているのだ。2014年には日本建設業連合会が業界で活躍する女性の愛称を建設小町と命名、ホームページで活動の様子などを紹介している。とは言っても、建設業界における女性の就業者の割合は 15% 程度、他の業界と比べてもまだまだ男性中心の世界。女性が働くのはハンデを感じるものなのだろうか。建設業だからといってですね、力仕事ばかりではないので、全く女性であるということによるハンデは感じたことはありません。現場に入る前に研修をしっかり受けられたということも良かったと思います。女性や未経験者、文系の新卒といった新人を積極的に採用し、独自の研修や育成を行っているのが、千葉県松戸市に本社を置き、建設業に特化した建設アウトソーシング事業を展開している株式会社ライズだ。新卒でも中途でも未経験者を積極的に採用しています。中でも約2割から3割が女性、そのほとんどが文系出身者です。今後もそのような方々を積極的に採用していきたいと思います。企業魂、ナビゲーターの高村さくらです。建築、土木など専門学科出身の男性を採用することが一般的な建設業界。専門的な知識や力仕事が必要とされることから、女性や文系出身の男性には不向きと考えられがちです。企業魂、今回は研修やフォロー体制など建設業界の常識を見直し、新人の育成に力を入れている企業を追いました。まず、一口に建設業界といっても分野は細分化されている。例えば、木造の戸建て住宅からタワーマンション、ショッピングセンターまで携わる建築、高速道路のプロジェクトから橋やトンネルなどインフラ関係に携わる土木、それ以外にも街灯や照明などを担当する電気、空調や衛生などを担当する設備、エレベーターやエスカレーター、ポンプ設備などを担当する機械など、分野は非常に広い。民間の建設会社はそれぞれの得意分野に特化して工事を行っているケースが多いが、一つの専門分野にとらわれず、さまざまな分野を経験できるのがライズの特徴の一つだ。建築、土木、設備、電気など、たくさんの専門分野がある建設業界でですね、その各専門分野の設計とか工事においてですね、技術的なサポートを行うのが我々の仕事になります。さまざまな分野に分かれる建設業界の仕事は、大工、とび、左官など、いわゆる職人と呼ばれる技能職を思い浮かべることが多いが、ライズが育成しているのは技能職ではない。建設現場で働く職人たちを管理・監督しながら、安全で円滑に工事プロジェクトを進行させていくプロジェクトマネージャーという技術職の仕事である。入社後1ヶ月の研修を行います。その後、研修を受けた後、現場にアシスタントとして配属されます。現場経験を積みながら、国家資格を取得して初めてプロジェクトマネージャーとして活躍できるようになります。この仕事は現場をマネジメントする仕事なので、男性も女性も活躍できる仕事なんです。プロジェクトマネージャーの仕事は、工程管理や品質管理をはじめ、現場の写真撮影や整理、安全確認、測量、CAD を使った図面修正など多岐にわたり、未経験者がこれだけの業務をこなすのは容易ではないが、ライズには未経験者でもこの仕事に入りやすくなるような他社にはない独自の仕組み、強みがある。それは、当社の強みはですね、
何と言っても入社の時の1ヶ月研修があることです。1ヶ月研修があることで、社員がですね、一緒に切磋琢磨したり、それから相談したり、いろんなことができるようになって、同期の仲間ができるというのが一番大事なことですね。それから、それを教えるのが、講師自身が、私が講師をやって直接教えるということが一番の強みだと思います。一般的に研修期間は数日で、基礎だけを教え、すぐ現場配属する企業や、新人育成を外部に委ねる企業も少なくない。なぜこれだけ長期間の研修を行うのだろうか。新人なので、実務をこう実習させるという目的はもちろんなんですけども、やはり文系なり未経験の子なので、同じ同期を作って一緒に成長させていく、これが一番の目的だと思ってます。現在ライズには文系の新卒をはじめ、前職が飲食、コンビニ、販売といった全くの未経験者が建設業界の技術職として100名以上活躍している。その源となる新人研修では、さまざまな課題をグループで考えさせることで、いつの間にか社員同士の仲間意識が強くなっているのだという。この仲間意識が後に現場に配属された後も同期同士で相談し助け合う環境を作り出し、さまざまな障害を乗り越えられる原動力となっている。そして社員の成長やスキルアップが第一という観点から、建設業界で20年以上の実務経験を持つ岩井社長自らが直接指導し、技術の向上を図っている。寸法がこう610というのがちゃんと分かるように、こうね、これちょっと今、三助ですけど、610っていうのを押さえて、で写真で分かるようにこう置くということですかね。未経験の私でも一から教えてもらえるので、今後現場に出ても安心して仕事ができると思いました。初めて会った人たちばかりなのですが、今では仲良くなって毎日楽しく研修を受けています。社内育成に注力した結果は、若手社員の9割という高い定着率にも現れている。現在ベスには3名のライズのスタッフの方に来ていただいてます。でベスはやはりお客様の思いを形にしてですね、ライフスタイルを提供しているんですけれども、彼らは未経験ですけれども、やはり建築への思いがあって、非常にここ1年ですね、力になってやはり助かっております。定着率が高い理由は、研修後のフォロー体制にもある。研修が終わり現場へ配属になると、全ての社員に専属の担当者がついて個別のサポートを行うほか、 ES 担当と呼ばれるスタッフが定期的に現場を訪問して、未経験の仕事で不安な社員のサポートを行っている。さらに現場配属から数年間にわたり、定着支援と呼ばれる定期的なフォロー研修も用意されており、社員への支援体制は手厚いものとなっている。一人のスタッフに対しまして、一人の担当ではなく複数名でフォローの方をさせていただいております。安心して入社していただける環境は整えております。日常的には先輩社員が後輩の悩みを聞くことが多いこともライズの特徴である。フォローやサポート体制が充実しているライズだが、本社内には今後のキャリアや進路、悩みなどを相談できる専門的な知識やカウンセラー資格を持ったキャリアコンサルタントが在籍し、社員のヒアリングも行うという。その役割とは。若い技術者たちは仕事場に配属されると悩み事や心配事が出てきます。その人たちに十分寄り添って話を聞いてあげることがキャリアコンサルタントの役割だと思っております。このようにライズは入社した新人社員のフォローやサポートといった定着支援を手厚く行いつつ、国家資格取得のための勉強会も定期的に開催するなど、新人の育成に余念がない。事業についてはですね、急激な拡大とか事業展開はしないようにしてるんですね。会社って急激なことをやると必ず歪みが生まれますので、
特に今うちは新人の育成に力を入れてますので、その社員育成に支障が出ないよう社員育成を最優先にした事業を進めたいと思ってます。